はい、こんにちは。では膝つきの腕立て伏せをやっていきます。膝つきの腕立て伏せは普通の腕立て伏せとポイントはほとんど同じなんですけども、気をつけるポイントが3つあります。1つは、脇を開きすぎないこと、もう1つは体幹をまっすぐに保つことで、3つ目は上げるときに息をふっと吐くこと、この3つを意識してやってみます。まず腕立て伏せっていうのはこうやって腕をつくんですけども、この時に下げた時に脇がこう開きすぎてしまうと力がうまく入りません。腕の力だけになってしまってこの胸の力を使えないので、イメージとしてはこう上腕が平行になるのではなくてやや斜めこう上から見た時にこの十字になるんじゃなくてこうですね、やや斜めになるように、これ閉じすぎてもまたダメなんですけども、この完全に閉じるのと平行の間ぐらい、このぐらいの角度を意識して手をついていきます。そして2つ目のポイントとしてこの体幹をしっかり固めるっていうことなんですけども、腕立て伏せは腕と胸の筋トレではなくて腹筋もしっかりと使います。この状態でお腹に力をしっかり入れて腹筋がこう体幹がこうやって曲がってしまわないようにします。これはなぜかというと膝を支点にして腕と胸の力で、力を発生させて、それを体全体に伝えるわけですから、ここの胴体の部分はちょうど、テコの原理の棒の役割をするんですね。この棒がぐりゃぐりゃ曲がっちゃうようだと、力がロスしてしまうので、胸で発生させた力を体にうまく伝えられません。ですからテコの原理の棒のように、体幹の部分はしっかり固めておく必要があります。だから腹筋に力を入れて常にこうまっすぐ保てるようにしておきます。そして最後に呼吸なんですけども、腕立て伏せの場合は下ろすときに鼻でスッと吸って、上げるときに口でフッと吐きます。この人間の体は息をフッと吐くときに最も力が出るようにできています。それなので持ち上げるときに息を吐くということ、そしてもう一つは呼吸筋を使うんですね。こうお腹での中の空気を絞り出すためにフッと吐くときにはお腹にも力が入りますので、それが2番目のポイントである体幹を固めるというところにもつながってきます。では3点を意識してやってみましょう。まあ、しっかりやると結構この辺が力が入っ使った感じがしてきますね。でこのポイントなんですけども、腕立て伏せで胸になかなか効かせられないっていう方は、まず腕立てをやるよりもこの状態でエアーでちょっとやってみて、この動きをやってみて胸に力が入るっていう感覚を試してみてもらいたいんですね。この辺を触りながら、この辺に今力筋肉動いてるなっていうのを感じてもらえれば分かりやすいと思います。女性の方はちょっとこの辺筋肉を触るのが難しいかもしれないんですけども、こうやって動かしてると必ず動いてるなっていう力が入ってるなっていう感覚が分かってくるので、エアーで一回こういう動きをやってみて、それを床で再現してみると、しっかり上半身に効かせやすいと思います。